2017年8月10日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第1548話、たたり。小2の時、通学路に猫の死骸があった。日に日に腐乱していく死骸を通学の度に見るんだけど、女子とか怖がりすぎて通学路変えたりしてたぐらいだった。なぜか当時の俺たちは、こんなの全然怖くないぜ、わら。自慢が、男子たちの中で意地の張り合いみたいになってて、そこでどんなことできるかがエスカレートしてしまって、最終的にここまでやってしまったというのが、死骸の頭に大きな石を投げつけた A と小便かけた B。当然後々教師&親にバレてこっぴどく叱られた。その二人の後の人生を簡単にまとめると、確か小3だか4の時 A にできた妹が致傷だった。同じくらいの時期に B にも弟ができたのだが同じく致傷だった。中2の時に B の親父が自殺した。高1の時 A の実家が火事になって母方のご両親が亡くなった。A の実家が火事になった数週間後今度は B の家が火事になった。簡単に思いつく限りでもこんだけ。別に今は A も B も立派な社会人になって家庭を持っているけど、たまに同窓生で集まると A と B の背負った呪い。の話でも聞きり、個人的にもたたりとかそういうのはあると思わされた出来事。ネットで見つけた怖い話。第1549話、茶色の服。高校の時の話、友達 A の兄で霊感体質のヒロさんにはその赤橋に連れて行かれた時のこと。ヒロさんには保育園の頃から世話になっていて、いろんな体験をさせてもらってる。その中の一つを夏も終わりの8月30日。肝試しとして地元じゃ有名な自殺心霊スポットの阿蘇の赤橋に連れて行かれた。橋に着いたのが1時30分。ヒロさん曰く、ちょうどいい時間やね、らしい。車から降りると、そこはすでに凍りつくような空気が流れていた。きっと気のせいだと痩せ我慢していると、突然 A が橋の方を指差しながら叫んだ。ば、橋。あそこ誰か手すのぼっとる。 A に刺された方を見ても何も見えない。むしろ反対岸が見えるかも危うい。そうしているうちに、A は何かに向かって走り出した。唖然としてそれを見ていると、血相を変えてヒロさんも追いかけていった。210の続き。追いかけなきゃ、とは思うけど足がすくんで動かない。その場で二人を見ていると、あろうことか A が手すを登り始めた。おいえす。俺のこと、止めんの手伝え。ヒロさんの叫び声で足が動くようになり、急いで走っていった。ヒロさんが左足を引っ張り、俺が腰を引っ張る。華奢な A とは思えないほどの力で登っていて、二人がかりでもギリギリだった。A が、うーあうー、とか言いながら白目を向いていたのを見て泣きそうになった。花さんやこら。ヒロさんが引っ張るのを止め、デスの向こうの何かを蹴ると、ふっと A の力が抜けて俺の上に落ちてきた。A は失禁してた。S、立て。さすがにまずい。ふざけすぎた。A はヒロさんに担がれて車まで戻り、俺は、半分腰を抜かしながらも戻った。そのまま山を降り、ローソンの駐車場まで無言でヒロさんは運転した。ローソンに着くと同時に A が目を覚まして、ヒロさんがパンツを買ってきてた。一言、ごめん、とヒロさんが謝った。A が言うには、こういうことらしい。車を降りると橋の真ん中あたりに茶色の服を着た人が立っていて、今にも飛び降りそうだった。考えるより先に体が動いて、その人を抑えたまでは良いけど、足を掴んだはずなのになぜか手を、掴まれて、いた。なんで?と思うと同時に強く引っ張られて、こりゃ死ぬな、と思った。俺とヒロさんが後ろから引っ張っているのは分かってた。けど力で勝てるとは思ってなかった。ヒロさんが A を引っ張る何かを蹴ると掴んでいた手が消え、同時に意識も飛んだ、ということだ。
211の続き、ラスト。初めて言ったけどいろんな奴がいた。新しいの、古いの、男も女もみんなめちゃくちゃ。ヒロさんは苦笑いしながらそう言った。それを聞いた A は失禁したくせに笑っていた。そこも怖かった。でも帰りの車はなぜか明るかった。今からネットカフェ行くか、とか絶えない話をしてた。朝、別れ際に言ったヒロさんの言葉が忘れられない。A は茶色の服を着た人って言ったけど、あれ、違うよ。着てたのは白い服。茶色に見えたのは血だよ。なんでだろうね。自殺するやつって、最後に白い服を着たがるんだ。ネットで見つけた怖い話。第1550話、匂い。俺には親戚が大勢いる。だから死ぬ人たちも多くしょっちゅう葬式やら法事に行くことになる。俺には霊感は全くないし霊も信じないが、一つだけすっきりしないことがある。それは、臭い。葬式や法事が終わった後は家族や親族でご飯を食べるのだが、毎回のように焦げた匂いがする。線香とかではなく何かを焼いた臭い食欲もなくなるくらいきつい。その匂いを感じたのは俺だけだった。残したのも俺だけ。気になってた俺は、ばあちゃんに聞いたことがあり、霊がいると焦げた匂いがするということ。そしてもう一つ、恨みを持った霊がいると悪臭がするというのだ。最初は信じてなかったがばあちゃんが死んで俺は、信じざるを得なくなったのかもしれない。なぜならばあちゃんの葬式中俺は、ずっと悪臭に悩まされていたからばあちゃん辛かったよなあの日々は。ネットで見つけた怖い話。第1551話、井戸。なんか20年以上前のことなんだけど、昔アパートを借りたことがあったんだけどそれがすごい古い家で。なんか庭にはすごい気味の悪い井戸があったんだけど、家賃が格安で借りることにした。それからすぐだったかな部屋の中のタンスの奥に変な封筒みたいなのが、張り付いてた。それを開けるとなんかあの井戸の写真がいっぱい湧いててさ、最初の方は別になんてことはなかったんだけど最後の一枚だけやけに黄ばんでてなんかおかしかったんだよ。よく見ると井戸の写真じゃなくて人間の目だった。本当に眼球が真っ黒だった。撮影者が自分の目を見開いて撮影したのかもしれない。何の目的かはわからない。とにかく気味が悪くてすぐに破いて捨てた。結局井戸の中は覗かずにすぐ引っ越したよ。中には何があったんだろう。ネットで見つけた怖い話。第1552話、混乱。空気読まずに問うか俺は、俺。君は君、当然のことがわからなくなる出来事があった。ある日友人の A、女、B、男、C、女、俺、男、の計4人で遊びに行った。どこへ行くでもなく車を走らせて、本当にやることがなかった。そこで、A、どこか人が来ないところにでも行って、語ろうか。という発言で俺らはお台場近辺から浜宮の方まで車を走らせて、夜の浜にでも行こっかってことになった。当時俺らはドキュン真っ盛りだから、怖いものっていうものもほとんどなかった。首都高の下にある新橋時で、酒と食い物を買って、忍び子も買って話になった。特に怖い話なんて離宮では聞かないし、それくらいスリルがあった方がいいと思った。近くの道路に車を置いて、正門の近くに来た時になんか違和感を感じた。あれ？振り返ってみると、友達を確認してみると男、女、男へ、背中に冷や汗が流れた。その日は曇り空で月明かりも見えない。だから見間違えたのかと思った。そうだ誰がいるのか見ればいいんだ。俺、A？ ん？俺、B？ だよ、俺、C？ C からの返答がない。俺、C？ いる？ C？ じゃあそこにいる3人目の男は誰だ？
A はいる。B もいる。C がいなくて。あの男は誰？俺。ねえ B。なあ、お前さっきからなんで自分のこと呼んでんだ？俺の言葉を遮って B が発言する。え？意味が理解できなかった。急いで携帯を出してカメラのライトを入れ男にライトを浴びせる。俺だ。え？なんで？俺？え？意味がわからなくなりすぐに携帯のカメラを内側に切り替えて、自分の姿を携帯に映す。C だ。混乱した。理解ができない。何？俺じゃないの。そこで耳元で声が聞こえた。あはは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 。俺は、気を失った。気がついたら俺のアパートだった。話を聞くと、ハマリの例の現場で、いきなり C が自分の名前を呼び始めたらしい。そして俺の顔を携帯で確認するなり、あはは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 はと笑い出して急に泣き始めた。そして C の笑い声を聞いた俺は、急に倒れた。っていうものだった。C は？って聞いたら、家に送ってきた。詳しくは教えてくれなかった。その後すぐに C は携帯を変えてしまって、誰にも連絡先を教えなかったので、遊ばなくなり、風の噂で、どっかの神社で巫女さんをやってるらしい。文がまとまらなくてすまん。乱文で申し訳ないけど、あまりに俺にとっては怖かったら投下させてもらった。あんまり怖くないかもしれないけど、俺は、今でもあの笑い声をたまに聞く。そういう時は決して鏡とか見ないでできる限りすぐに寝ることにしてる。あ、また聞こえた。あはは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 はネットで見つけた怖い話。第1553話、笑い女。1、投下していい流れなのかわからないけど、今、俺が体験してる話を、テレビのバラエティ番組を大音量でかけてて頭痛い状態なので、誤字脱字あるかも。先週の金曜のことなんだけど、会社の先輩の大村っていう男が死んだ。もちろん直接現場を見たわけじゃないけど、マンションの自室で、自分の両耳にボールペンを突き刺して死んでたらしい。大村自身の手がペンをずっと握りしめてたっていうんで、警察も事件性は認めずに、すぐに自殺だって判断した。会社の連中はそんな大村の死に様を随分不思議がったりしていたけど、俺は、特に驚きもしなかった。それでも司法解剖っていうやつがどうしても必要らしくて、多分、大村の身体は詳しく調べられたんだと想像してる。わかりきってることを調べるために身体をローリ回されるなんて、ちょっと気の毒だと思う。すぐに艶があって、同じ科の奴らは課長を先頭に連れ立って公共祭場に行ったらしいけど、俺だけはどうしても外せない用事があるって課長に断って、直帰した。周りから見たら不自然だったろうとは思うけど、艶なんていう湿っぽくて皆が押し黙ってるような空間には、今は答えられそうにないから。2、大村と俺とは、先輩後輩っていうこととはあまり関係なく、仲が良かった。お互いに相手のマンションの所在地を知ってたって書けば、どの程度の仲だったかは伝わるかなと思う。3週間くらい前のあの日も、大村が会社帰りに俺の部屋に遊びに来てた。俺らは缶ビールを飲みながら、同僚の陰口ばかり叩いてた。二人とも酒を飲むときは会話だけを楽しみたいってタイプだったから、テレビもつけてなかったし、音楽を流したりもしてなかった。我ながら暗いとは思うけど、そのうちに、買い溜めてあったビールが尽きた。俺は、アルコールがなくても会話が楽しければ良いと思ってたんだけど、大村はそれじゃダメみたいだった。すぐに買いに行こうって言い出す。しぶしぶながらも、大村を連れてマンションを出て、近所のスーパーに買い出しに行った。店に入るとすぐに、大村が、おい、なんだよ、あれ。手にやにやしながら聞いてきた。指さす先を見ると、ボサボサの髪を腰まで滴らした女が買い物カゴをぶら下げて、野菜を選んでた。別に何の変哲もない、
よくある光景だ。ただ一つ変わってるとしたら、女が大声で笑ってることだけ。レタスを手に取りながら、いひゃいひゃいひゃ、って笑ってるだけ。それすらも、俺にしてみればやっぱり何の変哲もない、よくある光景だ。ああ、あれ。笑い女だよ。3。説明しとくと、笑い女は近所では有名な人物。ぱっと見にはごく普通の若い女で、取り立ててどうこう言うべきところもない。確かに、腰まである髪は痛み切っていてボサボサだけど、そんな女、どこに行ったっていると思う。ただ、笑い女の変わっているところは、その呼び名通りに、いつでも笑っているところ。いひゃいひゃいひゃ。っていう何かから空気が漏れるような、それでいてちょっと湿った感じの、独特な笑い声をまき散らして、口の端からよだれをしたたらしてる。だからみんな、笑い女、とか、レジ打ちのおばちゃんも、お笑いさん、とか呼んでる。ただそれだけの存在だ。気概風でもあるけど、笑い声さえ気にしなければ誰に迷惑をかけるわけでもないから、周りはあんまり気にしない。気にしたとしても、嫌なものを見た。ってちょっとの間思うだけで、すぐに見て見ぬふりをする。今になって思えば、その時の大村はかなり酔っていたんだと思う。ちょっと、からかってくるわ。とか言って、笑い女に近寄っていった。俺も酔っていたんだと思う。何しろ、大村のことを止めようとはしなかったから。なあ、おい、あんた。何がそんなにおかしいんだよ。大村はぶっきらぼうな口調で笑い女に声をかけた。けれど、笑い女は答えない。いひゃいひゃいひゃ。って笑うばかりだ。おい、答えてみろって。世の中、こんなに不景気だっつうのに、何を楽しそうにしてやがんだ。大村はそんな内容のことを言ってた。多分、それまでは俺と一緒に陰口を叩くことで発散してたものが、酔いのせいで他人にまで向いたんだと思う。やっぱり、笑い女は、いひゃいひゃいひゃ。って笑うだけで、何も答えない。そんなことをしばらく繰り返してから、大村は、なんだよ、こいつ、つまんね。おい、もう行こうぜ。って言って、不機嫌そうにその場から離れた。4。俺らは、カゴにスナック菓子とかを詰め込んでから、酒の並んだ棚に行った。大村はすぐに缶ビールを手に取っていたけど、俺は、ビールに飽き始めてたから、チューハイをじっくり選ぶことにしたんだけど、そのうちに、大村が、うお、っていう叫び声を上げた。何かと思って振り返ると、大村と笑い女が至近距離で向き合ってる。例の、いひゃいひゃいひゃ、っていう声と一緒に、女の口から大村の顔に唾が飛んでるのが見えた。それから大村が両手を突き出して笑い女を押し倒すまでは、一瞬だった。笑い女はふらふらっと倒れて、ぺたんと尻餅をついて、それでも、いひゃいひゃいひゃ、って笑い続けてた。買い物客とか店員とかが遠巻きに二人を眺めてて、俺も気まずくなってきたから、適当にチューハイを選んで大村と一緒にそそくさと会計を済ませた。笑い女に謝ろうかとも思ったけど、事情がよくわからないし俺が謝るのも変な気もして、やめておいた。何があったのか聞くと、大村が言うには、お前が酒選んでるの眺めてぼーっとしてたら、耳元で気持ち悪い笑い声が聞こえた。驚いて振り返ったら、すぐ目の前にあの女の顔があった。それで、気味が悪かったからとっさに突き飛ばしたっていうことらしい。それから、よく見たらあいつ。って何か付け加えかけたんだけど、途中で口ごもって、最後まで聞かせてくれなかった。5。部屋に帰ってから、また二人で飲み始めた。でも、大村はさっきのことで罰が悪いのか元気がなくて、ふとした拍子に会話が途切れてお互いに黙ってしまうようなことが多くなった。そんな感じで会話が途切れると、大村はキョロキョロと視線を動かしたりする。そのうちに、何かゲームやろうぜ。って大村が言い出した。
こいつがゲームで遊びたがるなんて珍しいなぁとは思いつつも、新無双さんで遊んだ。二人ともすぐに熱中しだして、大村もいつも通りの元気な感じになってきた。そうしてるうちに、バスがなくなるっていう時間になって、大村は帰っていった。この時の俺は、スーパーでのことなんか完全に忘れてたと思う。次の日から、大村の行動がおかしくなり始めた。まず、やたらとウォークマンで音楽を聴くようになった。別にそれ自体はおかしなことではないけど、出勤途中に顔を合わせてこっちから声をかけても、軽く手を上げるだけでイヤホンを外そうとしない。近寄ってみると、ものすごい大音量で聞いてるみたいで、やたらと音漏れしてた。ちょっと感じ悪いなと思ったけど、その時は別に何も言わないでおいた。それが、昼休みにまで音楽を聴くようになった。昼飯に誘うとしても、大村はそそくさとイヤホンをつけて一人でどこかに行ってしまう。あげく、仕事中にまでイヤホンを外さなくなった。さすがにこれはおかしいと思っていたら、大村よりもさらに上の先輩が大村を怒鳴りつけた。それからは、仕事中に音楽を聴くようなことはなくなったけど、代わりに独り言を言うようになった。しかも、うるさい。とか、ああ、とか、大声で言う。周りが注意してもやめようとしない。みんな、正直気味悪がってた。見るに見かねて、退勤してから大村を呼び出して話をすることにした。6。大村は最初俺と話すのを渋ったけど、賑やかなところでだったら話すって言い出したから、ファミレスに連れ出した。ファミレスはそこそこの混み具合で、高校生っぽいのが大声ではしゃいだりしてた。それから、俺が最近のお前はおかしいって切り出すと、大村は自分でもわかってるって言った上で一人でに話し始めた。なかなか要領を得ない話だったんだけど、大雑把にまとめるとこんな感じ。例のスーパーでの一件以降、ふとした拍子に笑い女の、いひゃいひゃいひゃ、っていう笑い声が聞こえるようになった。はじめはかすかに聞こえるという程度で、空耳かとも思ってたんだけど、ちょうど、背後からだんだん近づいてきてるような感じで、日を追うごとに笑い声は大きくなってきてる。周りで何かの音、音楽とか人の声とか、がしているような時には、笑い声は聞こえてこないのだけれど、ふと無音状態になると、いひゃいひゃいひゃ、が聞こえてくる。今では、少しくらいあたりが騒がしくても、それ以上のボリュームで笑い声が聞こえてくることもある。何より辛いのは夜中で、寝ようと思って電気を消すと、部屋中に鳴り響くような勢いで笑い声が襲ってくるので、とてもじゃないけど、寝つくことなんてできない。まとめるとさっぱりしてるけど、実際には話してる途中でいきなり大声を出したり、あいつが、あいつが、って泣きそうな声で繰り返したりするから、内容をつかむにはかなり時間がかかった。しまいには、あの女に呪われた。とか、あいつ、幽霊なんじゃないか、とか言い出す始末。7。俺が何よりもまず思ったのは、大村は変な妄想に取り憑かれてるってこと。笑い女は幽霊なんかではないし、ただのちょっと変わった女でしかない。その証拠に、あの日以降も俺は、笑い女がスーパーで買い物をしてるとこを何度も見てる。実在する人間だ。笑い声が独特で気味が悪いから耳に残ったっていうのと、大村なりの罪悪感みたいなものが、妄想の原因だと思った。大体、スーパーに出る幽霊っていうのも、なんだか間抜けだと思う。そう言って聞かせても、大村は、まるでこっちの言うことを聞こうとしない。呪い、とか、幽霊、とか繰り返すばっかり。俺は、だんだんイライラしてきて、そんなに言うなら、一緒にスーパーに行こう。って切り出した。大村の言ってることのバカバカしさにも腹が立っていたし、相手が現に実在してるただの女だって認識すれば、変な妄想もなくなるんじゃないかと思ったから。もちろん、大村は猛烈に嫌がったけれど、俺は、大村を無理やり引きするようにして、レストランから出て、電車に乗って、例のスーパーに向かった。電車の中でも大村はブツブツつぶやいて、
ビビってた。やっとスーパーの前まで着いたところで、大村がやっぱり嫌だって言い出した。絶対に中には入りたくないって。仕方ないから、店の前の駐輪場から店内を覗こうって俺が提案した。それでも大村は帰るって言い出してたけど、俺は、相手の肩をがっちり押さえて、逃げ出せないようにした。ちょっとだけ弱者をいたぶるような気持ちもあったと思う。けれど、ガラス越しに店内を眺め渡しても、笑い女はいなかった。いつも笑い女と出くわす時間は大抵このくらいだから、きっといるだろうと思ったのが失敗だったのかもしれない。まずいなと思った。ここで笑い女を見ておかないと、大村は余計に、あいつは幽霊だ。って思い込むかもしれないから。それでももう少し待ってれば、いつものように買い物に現れるかもしれないって、俺は、粘った。8。そのうちに、大村が両耳を塞いでガタガタ震え出した。聞こえるよー、聞こえるよー。って子供が泣きじゃくってるみたいな調子で、鼻水をしたたらして言う。やっぱ呪われたんだよー。って、でも俺は、それが笑い女の呪いなんかで聞こえてるわけじゃないってはっきり気づいてた。なぜなら、イヒャイヒャイヒャ、っていう笑い声は、大村だけじゃなくて、俺にも聞こえてたから。首だけを横に向けて振り返ると、俺に肩をつかまれた大村の真後ろに、笑い女が立ってた。イヒャイヒャイヒャ。って笑いながら、よだれをしたたらしてる。俺は、大村が絶対に後ろを振り向かないように、肩を押さえる手に力を込めた。ただでさえ笑い女を怖がってる大村が、こんな至近距離で当の本人と向かい合うのは、絶対にまずい。少しすると、凄まじく長い時間のように感じたけど、笑い女はスーパーとは楽の方向に笑いながら去っていった。立ち去り際に、笑い女の顔が俺の方を向いた。俺は、それまで笑い女を遠巻きに見たことはあっても、あんな至近距離で真正面から見るのは初めてだった。口はにんまり開かれてるのに、ボサボサの髪の中でこっちを向いてる目は、全然笑ってない。でも、怖いと思ったのはそんなことじゃなくて、笑い女の口そのものだった。よだれが唇の端で泡になってる、笑い女の口には、歯がなかった。9。それからあと、俺は、随分自分勝手なことをしたと思う。何も知らずにまだ震えてる大村を、無理やりバスに乗せて一人で帰らせた。もう、その時の俺にとって、大村の妄想とかはどうでもよかった。ただただ自分が見たものの気味悪さが恐ろしくて、早く自分の部屋に帰りたいっていう一心だった。その日以来、大村は会社に出てこなくなった。最初はみんな、俺以外みんな、あいつ、この年末にサボりかよ、とか言ってたけど、あまりにも無断欠勤が続いたから、いくらなんでもこれはおかしいって話になった。そのうちに、大村が死んだってことが分かったのが、先週の金曜。今となっては大村も気づいていたのかは分からないけど、俺にははっきり分かってることが一つだけある。笑い女の、イヒャイヒャイヒャ。ってのは、笑い声なんかじゃない。よく聞くと、いた、いた、いた。って言ってる。ネットで見つけた怖い話。第1554話、いたの文字。霊を全く信じず、テレビの心霊特集があればアホ呼ばわりしてバカにしていた。そんな私の価値観を崩壊させてくれた話をさせていただきます。5年前、就職し、念願の一人暮らしを始めた頃の話です。初めての職場、人間関係、そして何より住まい。新しい環境に胸をときめかせておりました。と言ってもボロアパートだったんですけど、が、現実は厳しかった。思ったよりも仕事がうまく飲み込めず、職場での友人も皆無。ただただ、時計を見つめながら時が過ぎるのを待つ日々。サンデー区生活とともに、小ざっぱりと整頓されていたアパートも、徐々に荒れ果てていきました。今思えば、軽く病んでいたのかもしれません。ある朝、起き上がるともう時計は10時を指していました。
それを見た瞬間、自分の中で何かが引けました。信じられないことに、携帯の電源を切って再び眠りについたのです。に、それからは会社にも行かず、電話は電源を切りっぱなし、コンビニでご飯を買ってむさぼり、ゴミは床に放り投げる、あとはひたすら眠り続ける。その時考えていたことは、眠い。ただそれだけでした。一週間ほど経ったでしょうか。当初、あれだけワクワクした新居はもはやただのゴミ屋敷とかしていました。文字通り足の踏み場もなかった。眠いと感じるままに眠り続けてきた一週間。ただ、その日は違ったのです。なぜか、会社に行かなくては。という思いが頭をよぎった。ゴミにまみれ、くしゃくしゃになったスーツを着ると、ネクタイをポケットにねじ込んで、とにかく会社に行かねば。の一年で起床後に、3分ほどで準備を終えました。3。部屋を出ようと、ドアのノブを下に下ろしたのですが、ノブが中途半端な位置で止まってしまい、ドアが開きません。なんだこれ？そう思った直後、妙な映像が頭に浮かびました。誰かが、ドアの向こうでノブを押さえている映像です。ドアのスコープを反射的に覗きました。確かに何かがいる。ただ、スコープの位置が低かったため、胴体しか見えない状況でした。スコープ越しにその人物を睨んだまま、ドアを叩き、怒鳴りました。するとその人物はその場からふっと消えてしまいました。特に驚くこともせず、とにかく会社に行かねばの一心だった私は、ドアのノブをもう一度回しました。今度はノブが下まで降りてくれました。しかし、やはりドアはピクリとも動きません。スコープ越しに覗いてみても、誰もいないのです。反響欄だった私は、迷わず窓から出ようと考えました。部屋は2階。ドアから手を離し、後ろを振り向くとそこに人が立っていました。驚いて尻もちをつき、口をポカーンと開けて侵入者を眺める私。なんとその人物はそんな私を指さして笑い始めたのです。徐々に冷静になってきた私は、考えを巡らせました。礼なんて鼻から信じていない私が出した結論は、ああ、これは会社の嫌がらせか。というものでした。何せ、その人物は黒のスーツに白いワイシャツ、ネクタイという典型的なサラリーマンの風貌だったのですから。冷静さを取り戻すとともに、その人物の笑い方が気になりました。爆笑を抑えているような、なんとも不気味で不愉快な笑い方です。何か変だな、と違和感を感じたのと、それに気づいたのはほぼ同時でした。笑うたびにその人物は、テレビのノイズが入ったかのようにブレていたのです。さすがの私も全力で絶叫しました。その間にもだんだんとその人物のブレはひどくなっていき、サラリーマンの原型を見ないまでになっていました。とうとう私の頭は壊れてしまった。その時は本当にそう思いました。諦めたようにただボケる私をよそに、もはや人物と呼べなくなったそれはなおも横にブレ続け、やがて一枚の白い板になりました。もう死んで楽になろう、そんな考えが頭によぎった時、その白い板の中央に小さな文字が浮かびました。本能的にその文字を読もうと、白い板に近づきました。そこにはひらがなで、電話、と書いてありました。首をかしげると同時に電話の着信音が鳴りました。はっと体を起こし、電話を取ると会社からでした。上司は、寝坊か？と笑っていました。寝坊どころか一週間ほど無断で休んだんですけどと思い、日付を確認すると、なんと私が電話の電源を切り、サボった日に戻っていたのです。心の底からほっとしました。よかったー。と安堵の声を漏らしてしまうほどでした。しかし遅刻であることに変わりはありません。急いで部屋を飛び出そうとドアのノブをひねると、おかんが走りました。ドアが開きません。恐る恐る後ろを振り向くと、予想通り白い板が広がっています。泣きました。もう勘弁してくださいと声を上げて泣きました。白い板の中央に、またしても文字らしきものが浮かび上がります。
泣きながらそれを読もうと近づく私。これを読めばまた元に戻れるかもという期待が少しあったのかもしれません。5. 気がつくと私は、病院のベッドに横たわっていました。看護師に話を聞くと、自室の窓を突き破って2階から飛び降りたそうです。怪我は、右足を骨折しただけで済んだそうです。会社にはベランダに干してあった衣類を取り込もうとして誤って転落したと伝え、完治するまで休職させていただきました。今では職場に復帰し、それなりに充実した日々を送っています。しばらくはドアノブを回すという行為が怖くて仕方なかったのですが、あの頃は新入社員としてワクワク感もあった反面、不安も大きかった。その不安が精神に変調をきたし、あのような幻覚を見せたのではないかなと思っています。未だに霊の存在は信じていませんが、もう馬鹿にしようという気は起きません。なぜなら、あの時味わった。自分は壊れてしまったのか、という絶望感が忘れられないからです。霊を見たと豪語する人たちも同じような状態だったのだとしたら、とても笑う気は起きなくなってしまいました。ちなみに、二度目に見た白い板の文字はやたらと長文だった気がしますが思い出せません。ネットで見つけた怖い話。第1555話、覗くもの。高校1年生の時、学校を辞める辞めないで、両親と喧嘩になり、とりあえず親戚の家から学校に通うことになった。親戚の家は2階建ててで、同い年のいとこ、女、もいた。夏休みに昼間の10時くらいまで寝てたら部屋と廊下の仕切りの障子の隙間から誰かが覗いてた。いとこかと思ってしかとしてたら、足元に気配を感じたので、起きようと思って身体を動かしたら金縛りにあってた。でも目だけは開くことができて、ようやく障子の隙間から覗く目が違う人のものだと気づいた。足元の気配は依然消えなくて、なんか嫌だなぁ。と思った途端に両足首をつかまれて20センチメートルくらい引っ張られた。そこで金縛りが解けて起きることができて廊下に出たけど誰もいない。1階に降りたらおじさんが高校野球を見てるだけだった。聞いたらおじさん以外は外出中だった。その後自室に戻ったら、飛び起きてくしゃくしゃになったはずの布団がきちんと元に戻ってた。263続き、足首には軽くあざが残ってその日を境に気配を感じたり、物が移動したりしていた。気味が悪くなって実家に戻って両親ともなんとか和解して高校は卒業できた。お世話になったので、就職直前の日に親戚の家に挨拶に行った時に、何かの流れで、昔のアルバムを見たら、その中の写真の一枚に俺といとこともう一人、お姉さんが写ってる写真があった。金縛りにあった時に障子から覗いてたのと同じ人だったんだけど、誰に聞いてもそのお姉さんが誰なのかわからなかった。でも、たまに街中ですれ違う。後になって気づいて振り向いてもいつもいなくなってる。その後結婚をしたのだが、嫁には話さないでいた。ある日、嫁が見た夢の話を聞いていたら、夢の中に出てきていた女がそのお姉さんだと気づいた。悪い夢ではないらしいが、どこかに相談でもしないとまずいのかとも思う。今日のオカルトスレ。6日間一度も目を覚まさない。眠り病。画拡大中。6日間一度も目を覚まさない。眠り病。画拡大中カザフスタン。2014年5月27日。22時24分。マイナビウーマン。6日間一度も目を覚まさない。眠り病。画拡大中カザフスタン。写真拡大。毎日仕事に家事にと忙しい日々を送っている女子にとって、睡眠はひとときの安らぎを得られる大切な時間です。質の良い睡眠を得るために、快眠グッズを集めている人も多いのでは？そんな本来ならば、リラックスできるはずの睡眠がある国では底知れぬ恐怖に変わってしまったそうです。
カザフスタンにあるカラチ村では眠り病が拡大しており、多くの住民がただひたすら眠り続けるという奇怪な状況が続いています。カラチ村周辺で眠り病が蔓延し始めたのは2013年で、一時期この病気は収まったように見えたのですが、たびたび流行っては終わるといったリズムが、不定期に繰り返されています。2014年の5月に再びこの病気が人々の間に流行し、現在60人前後の人々が何日も眠り続けています。眠っている期間は人によって違うそうですが、最大で6日間という記録が出ています。この眠り病に感染して、2日のうちに目覚めた村人は牛の乳搾りをしている最中に突如として眠りに落ちてしまったと語っています。興味深いのは眠っている間も、早く乳搾りを終わらせなくちゃ、など自分が眠っていることを自覚してない寝言を喋っていたという点です。眠っているのにもかかわらず、現実世界を普通に生活しているような感覚があるのでしょうか。いずれにしても目覚めると何も覚えていないため確かめようがないのが現実です。この病気にかかった人はただひたすら眠り続けるだけで、医者が体を調べても特に異常は見られないそうなのです。専門家や科学者はこの謎の病気を解明すべく捜査に精を出していますが、鉱山から発生している天然ガスが原因ではないかと語っているそうです。リンク。俺も感染したい。ドラクエでこういう村なかったっけ。早く乳搾りを終わらせなくちゃ。この寝言セリフもちょっとドラクエっぽい。俺のキスで眠りから覚ましてあげちゃうぞ。感染性なるコレプシー？長生きしそうな病気だな。寝すぎると長生きできないそうだが、ドクターハウスに出てきるアフリカ睡眠病ってやつかな。特定の人種しかかからないとかなんとか。寝すぎて朝と思って起きたら夕方だったことはある。熱帯じゃないから杖映えが原因じゃないのか。これ危ないんだよね。普通時話しててもガクンって急に眠っちゃうんだよな。確か日本にも患者がいたような。それは浅田哲也も患ってた病気なんじゃ。お腹減っちゃうじゃない。天然ガスでこんなことになるのか？たびたび起きてるってことは環境要因が大きいんだろうけど、感染症の方がありそう。こち亀の皮膚かよ。フード病かも。つうか、起こせばいいじゃん。主な症状は、最初は気分の落ち込みと食欲の低下が見られる。その後、ウィンディゴに取り憑かれたという思いが頭を占めるようになり、このままではウィンディゴに変化してしまう。という強い恐怖と不安感とともに、次第に周りの人が食べ物に見えるようになり、猛烈に人肉が食べたくなる。病が進行すると、通常の食べ物を一切拒絶するようになり、会話や身だしなみなど生活に不可欠な能力を喪失する。最悪の場合は、部族から処刑される、もしくは、ウィンディゴに完全になる前に自殺してしまうこともある。身体的自覚症状は、体が内側から凍えるような感覚と、目まぐるしい気分の変化がある。主な原因は、冬季の食料の乏しい時にはビタミンが不足しがちで、精神状態に変調が生じやすくなるなど、栄養面での影響が考えられている。主な治療法としては、クマなどの脂肪を飲むことが挙げられ、コップ一杯の脂肪で治る。動物脂肪には、ビタミンが多く含まれており、ビタミン不足を補足できるためと考えられる。リンク。集団でクルー現象って何かある？リンク。閲覧注意。現代で一番怖い奇病って何？リンク。だいぶ前にテレビでやってたな。イギリス人の女が眠り病になってた。ずっと寝続けるわけじゃなくて、起こせば一応起きてしょんべんとかもするけど、完全に覚醒はしなくてすぐにまた寝てしまうらしい。呪いか何か。今は廃山となり採掘場も閉鎖されているが、
昔は厳しく立ち入りが制限される秘密の場所だった。当時の村は、採掘場で働く労働者たちで賑わってもいたという。そして現在、多くの村人は、このウラン鉱山跡こそが、眠り病の元凶ではないかと考えており、有毒物質が風に乗って流れたり、地中を伝っているのではないかと恐れているようだ。実際、ロシアトゥデイの取材クルーがウラン鉱山跡で放射線量を測定してみたところ、基準の16倍という高い数値を示した。また地元の有志が調査した際、採掘場には絶えず不思議な甘い匂いが漂っていたと伝えられている。6日間、食事はともかく、水や排泄はどうなってんの？軽度だけどいとこがこんな感じだわ。寝たらマジで起きねえから朝叩き起こして薬飲まさんと学校行けないらしい。俺は、最高で24時間寝ていたな。リンク。おしまい。